皆さん、こんにちは。ハイトイユータイチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は、7月権利確定、バリュー投資、厳選5銘柄ということで、ミックス係数から見て割安と言える銘柄を調べてみました。ぜひ最後までご視聴ください。今回、利回りの計算で使う株価は、2021年7月1日木曜日の終値を使います。それでは早速、3159の丸善 CHI ホールディングス。 大日本印刷の傘下で書店の丸善純寓堂、学術書の丸善優勝堂のほか、図書館支援を展開しています。事業内容は文教市場販売、店舗ネット販売、図書館サポート、出版その他となっています。売上が多いのは店舗ネット販売で全体の39%を占めています。利益率が高いのは図書館サポートで9%です。 最近の高値は6月16日の423円です。現在は高値からマイナス5%、マイナス20円の403円となっています。安値は1月28日の364円で、安値から見るとプラス11%、39円上がっている状況です。そして会社予想の PER が19.6倍、PBR が0.9倍、 二つを掛け合わせたミックス係数は17.6倍です。割安と言えます。財務については自己資本比率30.9%、流動比率139%です。営業キャッシュフローマージン比率は低めの3.9%となっています。営業利益率はあまり良くなくて2.3%です。最終的な利益率は1.2%で低めな状況となっています。 そして ROE が4.9%、ROA が1.5%とお金を稼ぐ力は高くないです。配当金については権利確定が1月です。前年の配当金は2円で配当成功が9%でした。今回の予想は未定となっています。仮に前年と同じ2円だとすると利回りが0.5%となります。2018年までは配当金を出していませんでしたが、2019年からは毎年、 2円の配当金を出しています株主集大の権利確定は7月です100株4万300円で商品券が500円分もらえます全国の丸前純駆動書店で使えます200株や500株などでもらえる額がアップしていきますが利回りで考えると100株か200株の保有がベストです 優待利回りは1.2%で配当利回りと合わせた総合利回りは1.7%となります。財務と業績がしっかりしていなくて利回りもそれほど高くないのでちょっと残念な感じはしますが5万円以下で買えるというのが何よりも嬉しいです。3421の稲葉製作所。鋼の物置を中心に作っている会社で100人乗っても大丈夫の CM で有名です。 事業内容は、厚生物置、オフィス家具となっています。売上が多いのは、厚生物置で全体の68%を占めています。利益率が高いのも、厚生物置で12%です。最近の高値は3月16日の1589円です。現在は高値からマイナス4%、マイナス63円の1526円となっています。 安値は1月4日の1362円で安値から見るとプラス 12%164 円上がっている状況ですそして会社予想の PER が14.3倍 PBR が0.6倍2つを掛け合わせたミックス係数は8.6倍ですとても割安と言えます財務についてはとても安心できる状況で自己資本比率70%流動比率201%です 営業キャッシュフローマージン比率は悪くなくて7.2%となっています。営業利益率は悪くない5.5%です。最終的な利益率は3.9%で低めな状況となっています。そして ROE が3.5%、ROA が2.4%とお金を稼ぐ力は悪くないです。配当金については権利確定が1月と7月です。 前年の配当金は26円で配当成功が34%でした今回の予想は6円プラスの32円で利回りが2.1%となっています10年以上配当金は減らしていません2016年は24円で2017年以降は4年間26円を維持しています株主優待の権利確定は1月と7月です 100株15万2600円で図書カードが1年間で1000円分もらえます。100株の保有で7月だけ1000円の図書カードがもらえます。300株だと2000円アップの3000円の図書カード、もしくは3000円の地域特産品です。ちなみに1000株の保有だと1月に1000円の図書カードがもらえて、7月の3000円と合わせて年間合計4000円になります。 利回りで考えると1月にはもらえませんが100株の保有がベストです。優待利回りは0.7%で配当利回りと合わせた総合利回りは2.8%となります。財務が安定していて業績も悪くないので安心できます。安定した財務をバックにしっかりと配当金を出してくれるのも魅力的です。10万円台と手が出しやすく利回りも死者購入すると3%なのでちょうど良いと思います。 ミックス係数から見てもちょうど良い株価と言えそうです。6091のウエスコホールディングス。西日本の総合建設コンサルタントをやっている会社です。事業内容は総合建設コンサルタント、スポーツ施設運営、水族館運営、その他となっています。売上が多いのは総合建設コンサルタントで全体の86%を占めています。 利益率が高いのも総合建設コンサルタントで8%です。最近の高値は6月29日の499円です。最近現在は高値からマイナス2%、マイナス8円の491円となっています。安値は2月1日の438円で安値から見るとプラス12%、53円上がっている状況です。 そして会社予想の PER が14.5倍、PBR が0.5倍、2つを掛け合わせたミックス係数は7.3倍です。とても割安と言えます。財務についてはとても安心できる状況で自己資本比率70.4%、流動比率221%です。営業キャッシュフローマージン比率は優秀で12.3%となっています。 営業利益率は悪くない5.8%です。最終的な利益率は3.7%で低めな状況となっています。そして ROE が3.5%、ROA が2.5%とお金を稼ぐ力は悪くないです。 配当金については権利確定が7月です。前年の配当金は15円で、配当成功が44%でした。今回の予想は1円マイナスの14円で、利回りが2.9%となっています。10年以上配当金を減らしていなくて順調に増やしています。2013年に6円だったのが、ほぼ毎年増配していて、2019年には倍以上の15円、2020年も同額の15円です。 株主優待の権利確定は7月です。100株49,100円で2,200円分の水族館の入場券がもらえます。香川県の宇多津町にある四国水族館の入場券です。100株以上で一律に入場券が1枚もらえます。四国水族館の入館料をネットで調べてみると、大人が1枚2,200円ということなので、優待の金額を2,200円としています。 ちなみに、ウエスコの株主優待については、2020年に7月に新設されたばかりです。優待利回りは4.5%で、配当利回りと合わせた総合利回りは7.4%となります。財務が安定,、ま、安定していますし、割と効率的に現金を得ていることが魅力的です。配当金もおおむね増配している点は素晴らしいと思います。 配当金の利回りだけで3%近くあるのは魅力的です。ただ、株の集体の内容がちょっと残念な気がします。ウエスコさんとしては自分のところの水族館なので余計な経費をかけずに株の集体として PR しているだけだと思いますが、香川県から離れたところに住んでいる私にとっては使うチャンスがないので、逆に損した気分になっています。 それでもしっかりした内容の銘柄が5万円で買えるのはかなり魅力的です。7614の OM2 ネットワーク。食品の小売りをしている会社です。ステーキなど外食関係も展開しています。事業内容は食肉等小売り、外食となっています。売上が多いのは食肉等小売りで全体の82%を占めています。 利益率が高いのも食肉等小売りで8%です。最近の高値は2月26日の1394円です。現在は高値からマイナス11%、マイナス137円の1257円となっています。安値は1月28日の1154円で、安値から見るとプラス9%、103円上がっている状況です。 そして会社予想の PER が13倍、PBR が0.6倍、2つを掛け合わせたミックス係数は7.8倍です。とても割安と言えます。財務についてはとても安心できる状況で、自己資本比率77.9%、誘導比率337%です。営業キャッシュフローマージン比率は悪くなくて4.1%となっています。 営業利益率はあまり良くなくて4.6%です。最終的な利益率は2.3%で低めな状況となっています。そして ROE が5%、ROA が3.9%とお金を稼ぐ力は悪くないです。配当金については権利確定が1月です。前年の配当金は24円で配当成功が23%でした。 今回の予想は同額の24円で利回りが1.9%となっています。長い間配当金を減らしていません。2007年に17円、2008年に3円アップの20円、その後は20円を維持していて、2015年は4円アップの24円です。この24円を2021年まで7年維持しています。配当金を減らしていない期間は合計で14年です。 株の優体の権利確定は7月です。500株62万8500円で自社取扱い商品または食事券が3000円分もらえます。自社取扱い商品はハムやソーセージなどです。食事券は東京、神奈川、千葉、大阪、名古屋にあるアウトバックステーキハウスというお店で使えます。 1000株だと2000円アップの5000円となります。利回りで考えると500株の保有がベストです。ちなみに1月の権利確定としてギフト商品を30%割引で買えるという特典があります。優待利回りは0.5%で配当利回りと合わせた総合利回りは2.4%となります。 財務が安定していて、業績も悪くないです。配当金も安定しています。500株だと50万円以上でなかなか手が出しにくいですし、優待利回りが低いので株の集体を諦めて、配当金を目当てに100株の保有もありだと思います。7850の総合証券、折り紙広告、ダイレクトメール、カタログ印刷、 オンデマンド印刷などの商業関係の印刷をやっています。年賀状の印刷も有名です。事業内容は商業印刷、年賀状印刷、その他となっています。売上が多いのは商業印刷で全体の60%を占めています。最近の高値は3月17日の850円です。現在は高値からマイナス6%、マイナス45円の805円となっています。 安値は1月4日の623円で安値から見るとプラス 29%182 円上がっている状況です。そして会社予想の PER が16.7倍、PBR が0.9倍、2つを掛け合わせたミックス係数は15.0倍です。割安と言えます。 財務については自己資本比率27.6%、流動比率106%です。営業キャッシュフローマージン比率は悪くなくて4.5%となっています。最終的な利益はマイナスとなっています。配当金については権利確定が1月と7月です。前年の配当金は20円で配当成功がマイナス35%でした。今回の予想は同額の20円で利回りが2.5%となっています。 2005年に7.5円、次の年2006年は倍の15円、その後15円を維持して2015年に5円アップの20円。この20円もずっと維持しています。減配していない期間は2005年からですので15年です。2021年に予想通りの20円であれば記録を16年に伸ばします。株主集体の権利確定は7月です。 1000株80万5 5000円で、商品が3000円分もらえます。1000株以上で一律に3000円相当です。自社グループの商品が北海道の特産品ということで、過去には缶詰の詰め合わせなどだったようです。ちなみに年賀状を30%オフで印刷できるという特典もあります。 優待利回りは0.4%で配当利回りと合わせた総合利回りは2.9%となります。財務と業績は心配ですが、しっかりと配当金を出していてすごいと思います。1000株だと80万円で手が出しにくいですし、優待利回りも低いので配当金を目当てに100株の保有でも良いと思います。100株であれば10万円で手が出しやすいです。 それでは今回は7月が権利確定の株の集体銘柄のうち割安な銘柄ということで丸ン、CHI ホールディングス稲葉製作所ウエストコホールディングス OM2 ネットワーク総合証券を紹介しました今回の動画は以上ですバイバイ